この今そこへ座ってみながら随分大それた大の話をすることになってんなと思ったんですけども、割合軽い気持ちで引き受けてしまったので、いや、なんて言いますか、じくじとしています。今ご紹介ありました大塚慎一さんは今の社長さんでいらっしゃいますが、もう何年になりますか、30年ぐらい前ですかね、まだ大塚さんが青年、大塚青年であった頃、私岩波新書を書きまして、新しい地球観というのを書いたことあるんですけども、その時に付き合ってくださった新入社員のような方で、私どもとしてはなかなか見どころある青年だなと思ってたら、だんだん見る見る偉くなって社長になりになっちゃったようなことです。それから、こちらの前所長とおっしゃるんですか、猪瀬先生とは日本の学信とアメリカの科学アカデミーでご一緒させておりましたんですが、去年だったと思いますけど、お亡くなりだったのは去年でしたよね、確か。急にお亡くなりになって、猪瀬先生は学信、日本学信を代表してイギリスのロイヤルソサエティに毎年交換っていうかあるんですけども、去年それにおいでになることになっておられる寸前に、冬でしたけどもお亡くなりになりましたね。それで日本学士院でこの冬寒いのにイギリスなんか行く会員はいるかねって言って、どういうわけか私のところに回ってきたんで、日本学士院というのは不思議なところで、私は定年になってもう十何年も経ってじじじだと思ってますが、上田さんのような若い方とこういう社会なんですね、あそこは行ってくださいって言われて、猪瀬先生の代わりを務めてイギリスへ行ったことが去年あります。そういうご縁も多少あるので、今回はお招きを受けてお引き受けさせていただきました。そこで今の話にまつわる猪瀬先生の代わりにイギリスへ行った話というのはここにご報告がありますし、ほんの5分しかないんで恐縮なんですが、それから今日お話しすることに関わることで何かあった方がいいと言われてお持ちした資料がありまして、もしかすると数が足りないかもしれませんが、英文と和文と同じものですので、どちらでもお取りくださってください。それから少し宣伝になりますが、去年でしたか、岩波の方でまた地震予知はできるっていう本を書いてもいいとおっしゃったので書きました。でこれは何本持ってきて差し上げるという筋のものでもないので一応だけしかありませんが、ご参考までにお回しいたします。で早速入りたいと思いますが、話にですね、これはこの電子的に物事をやるのは私はなかなか慣れていませんので、これを N と押すと次のやつが出るはずなんでして、今日のお話の概要を申し上げますと、こんなことで地震のことを詳しい方もおいでかもしれませんが、一番初めに地震とは何だっていうのはところから始めないといかんかと思いまして、お話をして、地震予知研究というのはどういうもので、その歴史と現状といいますか、で私が最近、最近って非常にもう定年になってから今頃最近凝っていますというのも変ですが、電磁気的な予知研究というものに今地道を上げているものですから、その話ができたらと。それからおそらく皆様のご関心があろうかと思って、東海地震はどうなんだということをちょっとでも触れたいと思います。でくれぐれも申し上げておきますが、私は日本では地震予知研究というのはもう1960年代から国家プロジェクトとして行われているのはご存知かと思いますけども、後で出てきますけど、地震予知に成功したことが一遍もないんです。これは大変な成果でありまして、いろんなことの物議を醸す原因になっておりますが、ないんですね。でそれはなぜかというと、いろんな理由があると思いますけど、地震はめったに起きないということもあります、大きな地震は。ですから一人の研究者にとって予知に値するような地震に遭遇するというのはもう一生のうちに 2,3 回しかないようなもんですから、ということもありますが、
非常に難しいんですね。で、難しいことがだんだん分かってきたんですけど、当初はあんまり難しくないと思って物事が始まったんですが、まあ後でだんだん出てきますけど、難しいに決まってるんです。地震、何事かを予知するには占いじゃないわけですから、何かを掴んで、それについてそれが先行的な現象である、それが起これば地震が起こるというようなことを捕まえなきゃいけないんですけども、その先行的らしい現象っていっぱいあるわけです。犬が鳴いたとか、ネズミが騒いだとかっていうのから始まって、だけども別に地震がなくても犬は鳴くわけですから、その本当にそれだってことを言うのはなかなか難しいわけですね。でそういうことがあって、なったんですが、それが難しいことは分かっているし、はためから見ても難しそうだったので、私は現役の時代には地震予知っていうものには全く関心もなければ関与もしていませんでした。それはまあ正直申し上げますが、それはとても難しいだろうと思ったのが一つと、もう一つは当時から地震予知研究に携わっていた人たちは、まあ私に語ったですけども、日本で地震予知研究の予算が削られるなんてことは考えられないと、平気なんだと、心配いらんという、でそれほど地震予知の研究って日本にとって大事なことは私も本当にそう思いますが、その人たちの一種こうメンタリティの底に、もうお金の心配いらない、何やったっていいんだという、ちょっと緩みがあったんではないかなという面はあると思われました当時から。でそれに対して私は批判的だったもんですから、まあ、関心はなかったんですけども、ある段階で突如関心を持つことになったので、まあ私の研究室の連中は殿ご乱心ということになって、やや困った状態になったこともあるんですが、外国でもウェザーウェントクレイジーっていうようなことを言って、まあ、いろんなことを言った人もいますが、まあその結果を、まあ、今日お話しできたらと思います。結果というか現状ですが、それで主なメッセージは、先ほどから申し上げている地震予知というものは占いとかそういうものでは本来ないわけでありまして、その何にも起こってない時にいつ地震がどこで起こるなんてことは言えるはずはないわけですね。ですから何事かが起こんなきゃいけない。だから何事かというのは、地震という全体のプロセスの中の何かが始まってなきゃいかんわけですね。ただ始まってはいるけども、この大揺れがまだ来ないという状況の時に、その他の人よりも少しでも早くそれが始まったことが分かる必要がある。それはまあ物理学ですから、地震は物理現象ですから、地震発生の初期の物理学、そのまだ波が出ない、ガタガタ揺れない前の状況を他の人よりちょっとでも早くしろと。そのちょっとでもというのは1日であったり1ヶ月であったり、あるいはうまくいけば1年だったりするかもしれませんが、まずい場合には5秒前かもしれないということで、とにかくそういうことなんです。でそういうのが私のメッセージなんでありますが、まあ、どこまでそれが通できるかどうか。で、まあ、地震は地球で起こるもんですから、まあ、地球はこういうもんだという、これはただの概説で、皆さんご存知の通り卵のような格好でありまして、地殻があって、地殻っていうのは非常に薄いんですが、一番表がありまして、マントルというのが大部分地球を占めていますが、真ん中に核というのがあって、外核と、まあ、内核というのがありますが、そういう状況に、これが地球なんですね。そこで次が地震とはというんですけど、まあ、日本にいる方は地震は経験しているから そういう意味のご説明はいらないんですが、地震とは何かというと、これはもう実に急激な断層運動の結果である。これはなんか皆さんもう近頃活断層なんていうことをお聞きになるので、断層がずれると地震が起こるっていうのは常識的に思ってらっしゃるかもしれないけども、私が学生の頃には地震が起こると断層ができるっていう考えと、断層の動きと地震が起こるってどっちが先だってわけがわからん状況がずいぶんあったんです。で偉い先生たちはそれを大いに議論してたこともあるわけで、まあ比較的って言っても10年ぐらい前になりますかね、断層運動によってその我々が観測するような地震が出るんだということが非常に数学的にも証明された、観測的にも証明されたということが地震学の非常に大きな成果です。で、まあ、次ちょっとその断層って言われてもどんな断層があるかっていうんで、あこれじゃないな、見ますと断層にはいろんな種類があるんで、断層ってのはご存知の通り層が
断というか、まあ、立たれるわけで動くわけですが、両側からこう引っ張りますと、本当ならこういうような引っ張りは真ん中が割れて真空になるわけですけど、そういうことは地球の上で起きないものですから、こういう断層ができて、まあ、広がるわけですね。逆に押しますとこういうふうに、まあ、短くなるわけですね。水平にずれるとまああんなふうになる、まあ、そういういろんな種類があるんですけども、一つの地震が起こった時にどういう断層ができたかってことは、今や地震学の人はすぐ分かる。もう地震が起こるともう10秒ぐらいのうちに答えが出たりするんですね。そういうことは分かるわけです。それは地震はそれは分かったら、じゃあ次に起こる質問は当然断層はどうして動くのかということになりますが、これがまた答えは非常に簡単でありまして、今や断層運動はプレート運動の結果である。プレート運動っていうのはご存じのとおり、地球はプレートでできておってそれが動くとということになっているわけですが、これも変なもので、地震の原因がプレートの運動の結果であるなんてことは、プレートテクトニクスができる前は全然わからんわけですから、地震の起こる場所は非常によくわかるし、どんな地震が起こった、どんな断層運動が起こった、みんな分かってもなぜかということは決してわからなかった。本当にわからなくて、そんなことを口にしようもんなら、あの先生もいよいよ年取って他にやることなくなったなと。で、地震原因論というのはそういう性質の学問だったんです、その頃はね。ですが、まあ、今や地震の原因はもう非常に明らかにこれであるということがかなり確実になってきた。で、プレート運動というのは、まあ、世界の地震分布をご覧になりますとこういうふうになってて、まんべんなく地球の上で起こっているわけじゃなくて、非常に限られたところで起こっているわけですね。線のようになっている。でも線はどうしてできるかというと、プレートとプレートが衝突したりずれたり離れたりするために起こるんで、プレートの境界を表しているんだというふうに解釈されています。で、そういうことに基づいてプレートはどんなになっているかというのが、これ今の皆さんの見解ですが、太平洋は非常に大きな太平洋プレートというのが一枚あって、それが日本の方へ来ておるという感じで、日本はまさにその太平洋プレートに正面からぶつけられて、まあ、これできた。ここに伊豆マリアナ、伊豆あのからマリアナ小笠原ってありますが、ここにちっちゃなプレートがあって、これフィリピン海プレートというんですが、これがまたこっちの方へ動いているもんで、西日本、日本の西の方、四国とか紀伊とかあの辺はフィリピン海プレートがぶつかっている。まあそういうふうに解釈できることになります。で、それをもう、まあ今までそういうふうな意味でプレートの境界っていうのは、地震のあの断層と対応させて3種類に区別できる、つまり先ほど開くようなタイプっていうのは、これが発散型で、これはこういう海底にありまして、海底で新しいプレートができて両側へ広がっていく、そういうところに当たるし、ギュウギュウ押しているところは日本がそうですが、ギュウギュウ押して日本海溝のような海溝ができて、そこで地震が起こる。だからこの平行に動くところもありますが、これはアメリカの西海岸がそうなんであって、ロサンゼルスからサンフランシスコに向かって大きなサンアンドレアス断層ってなって、それはアメリカの地震の根源ですが、それはプレートがお互いにずれるために起こるということで、まあ非常によく解釈ができてしまうことなんですね。どうしてそれじゃ今度はプレートは動くのかということになるわけですが、それも答えも割合確かなんで、プレート運動はマントル対流による。で、マントルっていうのは先ほどありました地球の大部分を占めている部分ですが、それが熱対流を起こして動いているために、それの上にあるプレートも動くのだと、まあ、簡単に言えばそういうことになります。ですからマントル対流っていうのはそれじゃどうして起こるかというと、今度これは地球が冷えるから起こる。地球が非常に熱いレッドホットのもう流体、液体の状態から出発したと考えられますので、それが冷えていく過程でプレート運動というのはマントルが動いてプレートが動いて結果として地震が起こっているんだと、まあこういうことになります。というわけで我々は地震が何であるかということはほとんど答えが分かっているんですよ。だからこれでおしまいさよならというわけにいかないのが地震予知のいかんと難しいところで、その分かるということとそれがいつ起こるかということを予測するというのはどうも基本的に違うんですね、難しさが。それも非常にいい例は、あの株価の変動なんてみんな
株式市場の仕組みはよく分かってるんでしょうけど、誰も予測することはできない、ね、もっとすごいと言ってもいいかもしれないけど、我々は生きるとか死ぬとかってことをよく知ってるわけですよ。呼吸が止まれば死ぬわけですが、だけどここにいらっしゃる皆さんのうち誰がいつどこで死ぬかって言われたってなかなか分かんないので、その分かるということで予測するってことはなかなか違う性質の問題である。まあ地球の冷える話ですね、これは。マントルが対流してというわけで、地震学卒業するわけですが、もうちょっとまあ地震のことをやるのに、簡単に地震の基本的なことを言いますと、地震には大きい小さいでありまして、地震のマグニチュード盛んに言われますね。 NHK の放送で地震の規模を表すマグニチュードって必ず言うんですけども、規模とマグニチュードってのは同じことなんで、あれ片っぽだけ言えばいいのに、地震の規模だけでもいいんですけど、まあ、マグニチュードって言うんですね。マグニチュードっていうのは基本的には地震の時に放出されるエネルギーだと思っていただいていいんですが、実に小さな地震から大きな地震までいっぱいあるんですが、地震のエネルギーはマグニチュードとこういう関係にある。マグニチュードのログがエネルギー、言ってみればエネルギーは指数関数なんです、マグニチュードはとエネルギーの関係はね。したがってマグニチュードが1つ大きくなりますとエネルギーが30倍になる。ですからマグニチュード5の地震と6の地震では5の地震が30起きないと同じエネルギーが出ない。ですから大部分のエネルギーっていうのは大きな地震から出るんです。どのぐらい違うかと言いますと、マグニチュード1、これは地図の上で動く断層の大きさを、まあ、概算で言ってるんですけども、マグニチュード1、これはここで東京かどっかの地図ですけども、これは1キロぐらいですね、このちっちゃい。2になってこのぐらい、3になる、まあ30倍になっているわけですけども、これがワールドトレードセンターがこの間ぶつかってぶっ壊れた時に起こった地震っていうか、まあ地震が起こるわけです、上から押したって。それがマグニチュード3ぐらいですね。で4ぐらいになるとこうなるんですが、その今度それをうんとでかくなって、これがこの100キロになりますが、5がこんなちっちゃい、6、7、8と、まあこんな具合でマグニチュードが1から8まで行く間にすごくエネルギーの量が違うんですね。これは大事なことですね。で今後から出てきた阪神がこれですから、7点何がしってやつで、今想定されている東海地震というのはこれなんです。だからちょっとなかなか恐るべきものであるということになると思います。そういう目で日本のあたりの地震をもうちょっと見ますと、こんなになってまして、これは深さ別に色が違って書いてあるんですけど、要するにこっちから太平洋のプレートは沈み込むわけで、フィリピン海のプレートは沈み込むわけですから、だんだん深いところで内陸ほど地震の深さが深いと、まあ、いうことになります。ですからそれを解釈すると、太平洋のプレートがあって、フィリピン海のプレートがあって、太平洋のプレートはこっちの方から沈み込んで、フィリピン海のプレートはこっちの方へ沈み込んでと、まあいうことに解釈されます。でプレートのぎゅうぎゅう押されるのは日本の典型的な景色なわけですけども、どうして起こるかというと、大きな地震の場合ですけれども、まあ沈み込んでる、これは沈み込むとこっちは引っ張られますから、だんだんこう引っ張られていくわけですね。年間数センチ、10センチ足らずで沈み込んでいる。それに対して下こっちは引きずり込まれますが、無限に引きずり込まれるわけにはいかないので、ある段階で反発する。そうすると地震が発生するというのが、まあいわゆる日本でかい音がちゃんとするようになっているようですが、日本で起こる、すなわち大地震ですね、今恐れている東海地震もこれですが、こういうふうにして起こるんだろうということになっています。今途中で申し上げますけども、何かご質問か、ご反論かご批判かありましたら、いつでもおっしゃってください、途中で。というわけで津波も起こるわけですね。海底がうんと動きますから。でこういうのは我々の方ではこんにゃくモデルと言うんですが、こんにゃくを2つやってギューッとやると、まあ、こんなことが起こるんで、通称こんにゃくモデルと言われています。で今東海地震について、今どんどんこう歪みがこうやって蓄積している状況であるぞというのが東海地震の現状なんですけども、これが一度にバッとこう、それこそ何の前触れもなく起これば、前触れなしに大地震が起こるんですけども、そうとも考えられなくて、これは本当に外れちゃう前に少しずつ外れ始めるんじゃないかと
ということが言われておって、そのよくテレビや新聞でこういうところを固着しているというね、フィックスしているという意味 で固着域がずれ出したと、固着が外れ出したというふうに形容されますが、そういうことが今起こりつつあるんだというふうに 100% ではないですけども、ような証拠が少しずつ出ていると、後でこれは出てくるかと思います。そこで、まあ、今度は地震予知に行くわけですが、地震予知っていうのは、まあ、予測で、その先ほどからもありますが、その言葉っていうのは割合大事なんで、予知っていうとどうも人の皆さんは占いみたいな神がかったようなことだと、根拠のないことを言うやつらだと思われるんですね、今や。ですから同じことだけども予測と言った方が少し人々は受けやすいかもしれないので、まあ、なるべくならそう言いましょうと言っておるわけですけど、ですから私の話はいらないこんがらがって言いますけども、そういうふうに取っていただきたいと思います。でいずれにしても、いつどこでどのマグニチュードですかね、大きさの地震が起こるかを言うのが地震予知の3要素というわけで、で一つ強調しておきたいのは、その科学的な予測と実用的な予測というのは峻別されてしかるべきなんで、科学的予知というのは科学研究の対象でありまして、地震の物理のからくりをどれだけ分かるかということ、分かれば分かっただけのことしか言えないわけですから、今の段階の知識ではこれくらいしか言えないけど、これだけは言えるってことあるんですけども、これがひとたび実用的になると、社会に役立つ確かさと精度で予測して、それを社会に伝え、システムを作る必要が生じる。これは社会問題になってくるわけですね。でこの時の精度の要求される精度は社会によって違うんで、まあ、砂漠の真ん中ぐらいでしたらは、まあ、1000キロぐらいのところに1ヶ月か1年ぐらいに地震が起きるかもしれないなんていうんだって役に立つとは思うんですけども、日本のような、あるいはカリフォルニアのような高度な文明社会ではそんなこと言っても誰も相手にしないし、1ヶ月の間に地震が毎日8が起こるぞなんて言ったら世の中困るだけであってプラスにならんということで、制度は科学的じゃなくて社会的な要求によって必要制度は決められると。だからこっちはもっと難しくなるわけでして、うん、まあ、そういう面があるということになります。で私どもが今やってるのは、まあ、まさにまだこれなんでありまして、一刻も早くこういう状態に立ち至りたいんですけど、その立ち至ったらその悩みは大きいだろうと今から思われるわけですね。で今我々は時々仲間内で言うんですけど、本当に来週東海地震が起こるとっていうかなりの証拠を我々得た時どうしたらいいだろう、でそういうことが問題になるってこと自体はすごく我々にとっては幸せですけども、科学的にはだけどどうしていいか分かんないんですね。つまりお国は東海地震に関してこれは後で出てきますけど、予報予知をする予知予報をする法律上の義務があるんです。東海地震だけです、他の地震は全然ないんですけど、こと東海地震に関してはいろんなマニュアルがあって、何箇所でどのくらいの異常が出たら警戒宣言を出さなければいけない、で警戒宣言が出ると高速道路は止まらなきゃいけない、新幹線は止まらなきゃいけない、銀行を閉めなきゃいけない、郵便局は出る、みんな社会活動は止まるようなことをする義務があるんですね。だからその予知判定会という会がありますが、その方々は非常に悩むであろうと思う、ね、でしかもその現象が1週間先ぐらいだったらまだいいけど、これ1ヶ月先でも困るだろうし、2日前でも困るわけで、2日前の時にはこれは本物だろうかなんてむにゃむにゃ相談しているうちに地震が起きてしまうわけですから、非常に困る。いわんやお国はそうですけども、我々のようにお国の事業としてやってるわけじゃない場合に、我々がお国よりも先にものを知った時どうしたらいいだろうか、でそれこそ非常にサイエンティストとしてはこんな醍醐味はないんですけども、どうしていいか分かんないね。我々は何か言うと流言飛語だということにまずなる。今のところ僕らが考えているのはサイエンティストの中で散々議論をして、もうこれ黙ってると人道にもとるぞという気がしたらしょうがない、記者会見でもやるかと、でその時後で怒られてもしょうがないということで以外はないんじゃないかなと思っていますが、まだその段階ではない。で先ほどから言いましたが、1962年ぐらいから日本ではお国の計画が始まった5カ年計画ですよね。で他の研究よりは比較的
科学研究としては住宅らお金が出て整備がだんだん行われてきたんですが、先ほど申し上げたとおり短期の予知に成功した例はない。できたできたっていう人は時々いても、とにかく公式的にはない、ね、で東海地震だけはマグニチュードが仮に8より大きければ短期の予測の可能性がある。これが法律で気象庁は違う政府がやらなきゃいけないんですが、他の地震、例えば神戸のような地震ですが、まあ、予知は現状で期待できない、期待してもらっては困るというのが公式的見解ですね。で70年代には中国の海上地震というのがあったり、いろんな成功をして世界的にも非常にプラスの思考があったんです。でこれはもうすぐ地震予知は達成するぞという、 もう論文がいくつも出たんですけども、実はなかなかそうはいかなくて、その後全然ダメになっちゃった。それじゃあゾーン全然ダメかというと、ここで私の個人的な見解ですけども、新しい科学としての研究が芽生えつつあると。で日本は世界でも稀に見る国全体が地震に覆われているところで、しかもサイエンスのあって、まあ、他の国よりはお金もあって、日本ができる最大の国際貢献ではないだろうかというんですが、なかなかそのファンディングエージェンシーはその必ずしもそう思ってくださらないという面もある。でそのサイエンスにはポジティブな考えとネガティブな考えがあって、ネガティブな考えって非常に見識があるように見えるんですよね。ロード・ケルビンという方がいるんです。これは物理学者で先世紀の最大の物理学者の一人で、ケルビン温度って温度がありますが、イギリスの方でロイヤルソサエティの会長がやった人がこういうことを言っとるんですよ。で僕は変だと思ったんでね、これなんだって飛べないよって言ってるけど鳥は飛んでんじゃないのと思うんですけども、彼は厳密に言ってるんで、鳥は飛ぶけども機械は飛べないって言うんですね。でそれは別にそのご選択ではなくて、その当時できたあったニュートンの流体力学を適用して、厳密に適用するとその時あるそのエンジンの強さ何やかんやから言って、重さも考えると不可能であるっておっしゃった。このトーマス・エジソンですけど、この人はすごい人なんで、ものすごい何でも発明する人ですが、もう飛行機は全然ダメだと、なんか飛行機じゃないことを考えましょうと同じ年に言ってるんですね。これはアメリカで、こっちはイギリスですけど、でさらに極めつきは、人類は今後50年は飛べないだろうって、ライト兄弟の一人がもう一人に手紙を書いてるんです。これってだから彼ら自身はもう飛べないと思ってたんですね。実際には1903年に飛んだ、彼ら自身が飛ばした。だからこの教訓は何でもないんですけど、地震予知だってそうなんで、ダメダメだって人いっぱいいるけども、そんなわけじゃないよと、負け犬根性はダメだよということを言いたいんで、不可能なんだから研究はやめようというのは正しくないと、反省すべきは従来の研究姿勢ではないというのが私の一つのテーマです。ですから今までは地震予測学というのは、まあ、主として地震学の仕事だとみんな思ってたわけですね。地震学者もそう思ってたし、一般の国民もそう思ってたし、政府もそう思ってたし、ところが地震学だけでは地震予知はできないってことが30年の経験で分かったようなものなわけですよ。それは考えてみれば当たり前なんで、地震学ってのは起こった地震のことはよく分かるけど、起こらん地震のことは分からんわけですよ。地震学の対象じゃないんだから。ですから地震が起こる前のことを調べるのは他のことなんであって、まあ、いろんなことをやらなきゃいけないんじゃないかっていうのがまあ考えですね。で一つその測地学でこの GPS って書いてある、これなんかは皆さんに一番関係が深いんで、非常な革命的な成果を収めています。 GPS というのはカーナビとのことでご存知と思いますが、あなたの位置を非常な精度で決めるんですね。自動車だって自分の位置がメートル単位でどんどん分かっていくのに対して、固定点で非常に詳しくやると今やミリメートルで分かるんですね、場所が。そうすると今日と明日の位置がミリメートルで出てくる。そうすると日本の中のミリメートルの動きが地図になる。そうするとどこが一番変形が大きいかってことも分かる。そうすると地震がどこで起こりそうか分かるだろうと、まあ、言うわけなんですが、現在のところまでは日本では少なくともまだ それが見えて地震が起こったぞっていう経験がない。必ずしもカムチャッカではあるんです、確かに。
で日本で今までやった GPS の結果というのは地震が起こった後で、起こる前と起こった後で何メートルずれたぞというのが非常によく分かる。それも非常によく分かるんですが、あるんです。ここにあるのは例えばこれ交換異常って書いてあるんですけど、これ中国から来た言葉ですね。要するにこうやって見てろって意味だろうと思うんですが、動物やなんかの異常行動で、この定義は厳密な観測をしないでも明らかな現象異常というわけで、中国ではこれ非常にたくさんの人がやってます、研究を。日本でもやってますが、大抵の人は変わり者だと思われているのが現状ですね。まあそんなようなもんで、これはこっちになりますと、まあ、おたくこちらの研究所に大いに関係あるんですけども、いろんな情報をみんなが取るわけですけども、それを集めてリアルタイムで考えて処置をするという種類の、そういうことは非常に大事になるんですね。であとの社会科学とかそういろいろありますが、この情報処理っていうのは非常に大事である。でこれが非常に進んできたことは我々は大いに助けています。もう一つは情報処理だけじゃなくて測定器の精度が上がった、もうそれってほとんどエレクトロニクスの結果ですけども、今まで測れないようなことは測れるようになった。しかも一箇所ではなくてたくさんの場所で測れる。とそれを情報は処理通信で発信で、要するに処理をして引っかしにまとめて相互解釈する、これできるようになってきたんですね。ですから今までとってもできなかったのができるようになってきたというようなことも大事であろうかと。それで地震の予知っていうのはまあよく言われますが、長期予知、中期予知、短期予測と、まあ予測とかみんな予測されていますが、時期の問題ですこれは。で長期予知っていうのは、まあここに書いてある10年というような単位で、もっと100年になるかもしれない。中期予知になるとまあ数年という単位で、短期予知になると今申し上げた数ヶ月から数分というようなもんで、私どもは今基本的にはこれが一番地震予知にとって大事だろうと思ってるんですが、それなぜ大事かというと、これも非常に明らかですけど、人的被害は極端に減るだろうと。神戸の時だって大抵の人は 90% かの人は下敷きになっちゃったんですからね、ぶっ倒れた宇宙ですから。まあ火災が後で起こっても、まあ人はそれほどは死なないわけだけども、倒れる、いいところにいると死んでしまうわけで、これを減らすにはうちを倒れなくするってことは非常に大事だと思うんですね。うちを倒で神戸の時も明らかに倒れたうちは倒れそうなうちだった、後から考えると。ですからこれは大事ですけども、倒れる、仮に倒れるうちでもちょっと前に危ないぞって言って外に出れば助かるんです、人命は。確かに。でまあこんなことやってると時間が頭に食いますが、長期予測っていうのは一番いいのは100年200年の単位でやるときには何があるかって、もう何年も先の話ですから、参考になるのは何年も昔の話なんで、そのいわゆる断層、日本中にある断層がいつ最後に動いたのかと、次はいつ起こる、動くだろうかというようなことの調査ですね。それからもう少し中期的な地震が予知になると、これは地震がちょこ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 起こっていると、この赤いポチポチがそうですけども、起こっているにもかかわらず起こるべきだろうと思われるのに起きてないところなんですね。そういうの空白域って言うんです。だから地震が全然未来永劫昔も起きなかったら、これはそこは空白域でもない、地震の心配ないわけですけども、大いに地震が起こっているのにポッポッと空いてるじゃないと、こういうとこ危ないぞっていうのはまあ空白域の考えで、数年単位の地震に対してはある程度実証的に認められることは起こっています。ですがこれも何月何日に起こるとか、そんなことは全然言えないです。数年の間次に起こるのはここだろうという程度だって。活断層に至ってはこれこう大きく赤色で書いてあるのは、危険な大きな地震に対して危険であると言われている断層ですが、大きな断層っていうのは大体からしてが、陸上の断層は100年に一遍どころじゃないんですよ。1000年に一遍ぐらいしか動かないんです。ですから過去に起こったのが800年ぐらい前だったと、すると次の200年の間に起きるだろうっていうようなことしか言えないんですよね。ですからまあそれ以上のことは言えないんで、それに対して海の起こる方の地震というのはもっと時間が短くて100年周期ぐらい、100年以下ぐらいの周期で起こる。これは運動が早いですから。でこちらの方は1000年に1回程度のものですから、なんとかここあるんだけど、日本中にいっぱいあるわけですから、どれか一つ起こるチャンスはあるけども
いつだかも分かんないし、どれだかも分かんない、大体この辺だろうというようなことしか分からないということがあります。でこういうその過去に900年前に起こった、800年前に起こった、その次が危ないぞっていうのは満期になった断層と言われています。保険金みたいなもんですけども、普通はで、もっと短い意味での空白域っていうのは、その海で起こる地震は、さっきのこんにゃくのようなモデルの地震については少なくとも100年に1遍ぐらいは起こるので、もっとその空白域の意味をなすわけですね。で一つの例ですけど、ここに書いてある根室半島沖にここで1973年に 7.4 という地震が起きるんですけども、72年の段階ではこれは起きていなかったんです。他はみんな起きてるんですけども、ここだけ空いてたんですね。ですから国会で私の先生である力武先生というのが参考人として呼ばれて、次に起こる地震は大抵ここでしょうなんて、まあ軽々しくも言ったもんだと思ったんですけども、次の年に起こったんですよ。でこれは大変なことで、その頃は非常に息が上がったんですね。から今どうしても次に起こるだろうって言ったのはここなんで、東海地震、これは空いてるんですね。それが東海地震というのはわけで、こういうやつは多少は役に立つことは間違いない。ですが変なもんで、これは全部埋まってしまうと、今度次だか全然分かんないです。どこだか一つだけ空いてる時は分かるけど、ですからまあそれでは非常な実用性があるとは必ずしも言えないんですが、まあないよりはマシで、非常に地震というのは比較的規則的に起こっていることがあるんです。実際上これ小田原で被害を起こした地震ですけども、こちらに地震の番号、こちらに年代を書いてありますと、1573、1600年、1700、1800、非常にきれいに並んでおって、これはここで起きなきゃおかしい、その起きなきゃおかしい時っていうのは実に2000年より前なんです。1970年なんですね。だから小田原ではもう本当にもう去年起きてもよかった、一昨年起きてもよかったんですね。で似たようなのが他にもあって、これはパークフィールドっていうカリフォルニアですけども、これカリフォルニアの地図なんですが、ここがロサンゼルスで、これはサンフランシスコで、これがいわゆるサンアンドレアス断層。これは飛行機に乗ってみると非常によく見えます。もうすごい断層なんですから。その真ん中にパークフィールドっていうところがありまして、ここでも非常に地震が規則的に起こる。1857年に22年周期でマグニチュード6クラスも起こってる。あんまり大きい地震起きないですから、6クラスで。でも6です、でも直下型ですと多いね、まあ、揺れるわけですが、それで1985年にマグニチュード5クラスがバタバタ起こりだしたもんですから、5年以内に M6 が起きるだろうと、これ公式な予報が1992年中期予測が出せるんですね、5年以内って。今度70、92年になっていよいよバタバタ起こってきたので、72時間以内に M6 が起こるだろうってカリフォルニアを公式に全州に出したんですね。まあところがですな、何も起きてないんです両方とまあなかなか一筋縄ではいかんということが分かると思います。地震の起こり方を調べていると、次にいつもネイチャーは我々に協力してくれるかというと非常に協力的じゃない例が多い。それじゃあもう全く絶望的かというとそうでもない。つまり前の経験からやるとどうしてもこ うまくいきそうでいかないことあるんだけども、本当に起こる直前に起こることは測ればいいわけでして、これは2つの非常に有名な例なんですが、短期予知ができるんじゃないかという例で、これが東南海地震1940年、こちら南海道46年でマグニチュード 7.9、 こちら 7.9 か8かくらいのクラスなんです。どこか書いてなかったかな、ここに書いてあるとちょっと見えませんが8クラスです。で両方ともこれもうちょっとまあいいかこれは何かというと、静岡県の掛川というところと御前崎ですね、まあ、どこ変化大体おかかりかと思いますが、あと出てくるかな、ところでの水準の違い、高さの違いです。でそれを、まあ、測っているんですね。これ測っているとこうやってきて地震の前にバーンと上がって地震が起こった。これもそうなんですが、南海道でこれは県庁儀だったかなの
タイドレベルですから、要するに海岸の海に対してどういう高さもと、要するにその場所の上がり下がりですね、それやってみると上がってここで地震が起こる。ですからこれは非常に有望なんですよ。で非常、まあ、私が感心するのはこれ1940年、皆さんお若い方はセンスがないかもしれない、分かんないかもしれない、もう戦争末期ですよ。もうこんなことやってる時代じゃなかったわけですね。ところが 陸軍の陸地測量部がこれを永遠として測っておったんですね。でこの地震が起こったために、あの日本の航空機産業の名古屋あたりが壊滅して、まあ、戦力がなくなったという地震ですけども、そんなことは国民は誰も知らされていないかったはずですが、あのでこの陸地測量部が戦争の末期こんなことをやって、暇みたいなことをやってたのはなぜかというと、この前すぐ名前忘れちゃうんだ、あの偉い東大の地震の先生で、私の本に書いたんだけど、今村明子先生が、あのその前にもいろんな予知に成功されてたんだけども、この時は次の地震は東南海だと言ってこれを陸地測量にさせてたんですね。でさせたのは偉いし、する方も偉いし、まあ立派な結果が出たんですね。だけどその時はもちろん予知なんかしないわけですよ。これ一体何だ、全然わからん結果として埋もれたんだけど、その後になっていろんな研究者が研究してみると、まさにこれ出てたんじゃないかということになった。問題はこれ困るのは、ここに書いてあるのは日にちなんですよ。12月1日、3日、5日、7日ですから、地震の起こる、まあ、1日半ぐらい前の話なんですよ。これなんか起こり出すの、これも同じです。これが21日、19日ですから、ですからこれはその頃テクノロジーがそんなに良くなかったし、リアルタイムでも測れなくて、もうその時は何も分からんわけですけど、今や大いにテクノロジーが発達してから、リアルタイムで分かるかもしれない、分かるかもしれないが、とにかく分かり始めるのが1日か2日前だ。さあどうだってわけですよ、これは本当に。で予知連というか判定会の人たちは、そういう情報をもらうのがなんかこの辺だろうと思うんですね。で一体何だって言ってると、次の朝には大地震になっちゃう。でかわいそうだなと僕は思うんですけども、その判定会の人々の立場は。だけどこれは現実かもしれない。ですからまあ大いに今この種の観測が非常によく行われています。気象庁にも逐次リアルタイムのデータが入ってますから、可能性は大いにあるわけですけど、どうなることかと思います。こんなところでその予測学の困難さというと、結局はその短期予知、今のような場合は観測すれば本当にすぐ起こるわけですから、まあ、あれがシグナルであったということは少なくとも後から非常に疑いもなく皆さん分かるわけですが、10日前にああいうことがピュッとあって10日後に地震があったとすると、その因果関係っていうのは原理的に不確定なんですね。これはあれが起こって10日後に地震が起こったんだって言いたくても証明されないわけですし、でしかも再現できないわけです、そんなことは。実験ももちろんできない。で次にもう一回起こるので待たないといけない。待ってまた起こってもそれは2回の経験しか過ぎない。統計的に意味があるかなんて言われるわけですね。だ非常に困難だから、先行現象は証明するのは非常に難しい。ですからなんか今までとは違った新しい観測を複合的に行って、しかも統計的に優位性が検定できるぐらいたくさん行ってっていうことは、一つの地震にたくさんの点でやればいいわけですから、例えば一つの場合は、まあ、そんなことで現象自体を立証しないことには話になるんで、これがなかなかできないんですね。でそうなって初めてここで物理の世界になるんで、普通の物理学っていうのは、まあ、物理学のセオリーができていて何かを予測してなんか当たるっていうことはあり得るわけですけど、今この物理学が全然ないわけなんで、これ物理学をやろうっていう時には、普通は現象はもう目をその覆うべくもなく確実に起こっておって、毎日雨が降る、毎日雨や風が吹く、なぜ吹くんだ、なぜ雨が降るんだっていうことによって物理学が成り立つんですけど、その現象自体がなかなか確立していないものですから、これがなかなかこっちへいかないんですね。まあ難しい難しいっていう話になります。でまあ新しい予測研究っていうのはまああるだろうと思うんですが、それ先ほどから申し上げている技術革新、これは非常に大きいですね。それから観測網ができる、でその項目としては先ほど買っている GPS がそれである。でその他侵射系、侵食系、傾斜系とか歪み系とか、うん、地下水とか温度異常がいろいろあります。でさらにはもっと今地球の中の状態を
X 線の CT スキャンをやるように詳しく能動的に調べようという、まあ、電磁気的な方法もあり地震的な方法もありますが、そういう、まあ、あらゆる戦力を費やそう尽くそうではないかというふうに、まあ、考えるわけで、で私どもは、まあ、直接的には電磁気的な変化を捉えたらと言っています。これが、ね、その GPS の結果なんですけど、日本には1000点以上の今 GPS のステーションがあって、国土地理院がそれを、うん、僕は1000点も作ったらどうなるかと思ったんですね。データがもういっぱいになっちゃって、みんなもうデータ全部送られ入っちゃってどうにもならんじゃないかと思ったら、それがまた技術革新のおかげで見事に彼らはそれを整理して、あのリアル、ほとんどリアルタイム、リアルタイムとは言いませんけども、結果を出しているんです。でこれは今ちょうどこの何倍化して書くと、非常に誇張して書きますが、日本列島はこういうふうに動いているというのは逐一分かってきているんです今や。でまあ日本列島全体はそうなんだけども、もっとローカルにどう動いているということも詳しく見るともっと分かるわけなんで、非常に脈がある。これはあの例の神戸地震の時なんですけども、その当時は95年ですけど、別に我々研究者仲間は非常に連絡がいいかったわけじゃないんですけども、物好きな人たちが電磁気の現象をいろんな目的で測っていたんですね。で今ここに、これご覧になりにくいとは思うんだが、ここに EQ とか、これは地震のあった日なんです。両側全体で3ヶ月ぐらいのこれは記録なんですけども、これちょっとご覧になりにくいから意味をなさないけども、あの非常に多くの方がいろんな周波数領域で電気を測ったり磁気を測ったり電波を測ったりしておられた方のデータを集めてみんな並べてみますと、まあこれちょっとダメなんでご説明しにくいんですけども、数日前に異常が出ている、それが共通して出ているということが、まあ、あって、我々は大いに興奮をしたんです。ですが、でここから地震が始まるんですけど、その前です。こういう地震が起こってない時に起こったというんですが、まあ、今から考えるとこれ必ずしも 100% いいとは言えないんで、雷かもしれないです。実際はその電磁気の観測って非常に雷に左右されるんで、雷のせいかもしれないんだけども、じゃあ1週間前に雷が起こったんだと、地震雷というけども地震と雷は関係ないんだと思えば全然これ話にならんわけですが、こういう例が比較的多いので、地震の前に本当に雷が誘発されるということを今考えて研究している人たちもいます。これかなり有意義なほど結果を出している人がいるんですね。ですが今この場合はそれちょっと、まあ、ちょっとなお時期尚早なんですが、今の場合下の方にありましたあの2つのこれだけちょっとはっきり見えるかな、これとこれなんですけども、あの例だけちょっとご説明しますと、それ今のやつを拡大して書くとこうなってんで、上に FM 串田法による異常って書いてあって、下に VLF、 これは電波の領域の話で、 FM っていうのはメガサイクル、メガヘルツの領域ですね。90メガとか80メガ、こちらは VLF ですからキロヘルツの領域なんですけども、まあ、上から説明しますと、この日に地震が起こるんですね。これちょっと前ですけども、こうキューッと上がり出してるんです。でそれがどうしてそうなるかというと、解釈ですけども、あの FM の放送を、八ヶ岳で聞いてるんですね。でこっちは放送局です。で地球は丸いですから FM 電波まっすぐ行ってしまって、平成はこっちへ来ないですが、地震の前からヒューッと来だした。で地震が終わってからしばらくたっと消えた。それはなぜかというと、どういうわけか地震の震源の上の電離層が変化したんだと。電離層ってのは100キロ、150キロ上空です。電離層に変化があって、今まで突き抜けてたやつが反射してこっちへ来るようになるから、これ一時的に見えるんだという解釈です。でこれは、串田さんというアマチュアの学者が、研究者が八ヶ岳で研究されたのって、私はこれかなり高く評価してるんですよ。実にたくさんの例があって、ただその解釈が非常に正しいかどうかは別としてあります。もう一つ下の方は、あのプロフェッショナルな電波の研究をしてたち、早川さんという電通大学の先生たちがやったんですけども、これはその電波を、確か日本海の対馬じゃなくて壱岐島かな、対馬かどっか、あの辺から電波がいつも出されてるんです、船の航行用に。その電波を犬吠埼で受ける、要するにちょうど神戸の上を通ってくる電波を受けるんですが、ここから出たものをここで受けるんですけども、地震のちょっと前に非常に大きく
これは基本的には地震の電波の移送といったら、電波がちょっと早く到達するとか遅く到達する、そういうやつなんですけども、早く到達するんですね。でそれは簡単に解釈すると電離層が下がって、この通ってくる道がちょっと短くなるからちょっと早く到達したというふうに解釈されています。でこれも非常にたくさんの例がその後あるものですから、両方とも非常に有望な方法で、動いています。これ8ヶ月間の記録ですから、時間をうんと短縮してご覧にならないと、拡大してみないとどのくらい前か分からないです。数日前からなるんですね。で今やそれがだんだん盛んになってくる。串田さんという方はどっかの FM 局、さっきこの場合その仙台の FM 局とかほぼの FM 局にチューンして、それを普通なら聞こえないやつが聞こえるっていうやつをやるもんですから、日本中の FM 局にいろんな、まあ、を目指してアンテナを立てますと日本中がカバーできるってことですね。で、まあ、こういうのは今実際動いていますし、その先ほどの低周波のラジオウェーブについても、先ほどの対馬から犬吠だけじゃなくて外国の端から発信してくるラジオも聞いて、そうするとどうせ途中にはほとんど地震がないわけですから、異常が起これば日本の中だろうって言って、ほぼ日本の国内がカバーできるって言って、これも実際に動いています。でかなりいい成績を収めてるんですね。ですからこういうことは先ほど私が述べた悩みにつながるわけで、まあ、まだみんなが認めていないんで、認めてないったらおかしいけども、不思議なもんで学者ってのはお互いに疑い深くて、あいつはあんなこと言ってるどうかねってのことを言ってる段階なんで、ですけども、コンセンサスになった時にはどうしようかねってことになります。電離層が変わる、電離層が変わるって、これ非常に不思議なことだと思われるわけですよ。地震というのは地下10キロとかそこらで起こるんですから、それが起こる前に何事が起こる、地表で何事が起こって、まあ動物が鳴いたり犬が叫んだりするのはまだわかるけど、100キロの上の電離層の電子密度が変わるというのは非常に考えにくいのです、誰が見ても。ですからそうならば電離層の電子密度を直接測らん手はないじゃないかと、当然ですけど思うわけでして、これが台湾で始まったんですね。台湾の人たちが今、日本の連中も始めて私の仲間がやってますが、これがまあ電離層から反射してくる電離層観測ってやつです。電離層観測っていうのはもう電離層の研究者はもう絶えず日常的に行っているわけですから、データは山のようにあるわけです。誰もそれを見てない。そういう意味で見ますと、1日の電離層から入ってくる電波のその何ヘルツのやつが返ってくるかという、ここの電子密度に最高を表すようなものが、普通の日にはこういうふうに日中から午後にかけて高くなるんですけど、地震の数日前はこの山がなくなる、低いところで返ってきちゃうという、まあ、結果があるんですね。地震前の地震、これは大雑把にこんなのしかお見せしませんけども、台湾の連中は非常にたくさんの結果を出しています。とすると本当に地震の前に震源の上で電離層の電子密度が変わるのかっていうことになるわけで、これは今のところ理論的には分からんって言った方がいいんで、いろんな仮説は出ています。いろんな仮説は出ていますが、まだ分かってはいないというようなわけで、まあ、電磁気現象的に物事を整理してみると、これがまあ時間ですが、地震が起こる単位というかオーダーの単位ですから、10日ぐらい前、20日前というような種類の見方をすると、その低周波の非常に周波数の低いシグナルが出る確率はこうで、もう少し高い電磁波、先ほどの VLF のようなものはこう、から本当に直前の時にはものすごい高周波のやつが来る。これはもう、これも神戸の時、これは立証されている。その時に来るんですから疑いもなくあるんで、まあ、立証されているんですけど、まあ、全体としてこんな平等で、まあ、どんな現象が起きてるんだろうって、どんな変化が起こるんだろうっていうようなことを、まあ、統一的にやりましょうということになってるわけです、まあ、ちょっと時間がないので、やめますが、まあ、これが周波数で、これは直流で、ここはメガヘルツ100メガワーで書いてありますが、いろんな周波数領域で、まあ、日本中で大いに皆さんが共同で独立にもやったし、共同でもやって研究を始めておるという、これは絵です。で私はその地震予知なんて全然興味はなくて、まあ、私はもう地震研究所にいる間、一番初めに申し上げたプレート運動とかそんなことをやって
まあ、いるわけで、多少そっちの方で仕事をしたもんで、私が気が狂ったと言ってもみんな上田が狂ったんなら少しいいかもしれないと外国の人は思ってくれた面もあるわけですが、私が気が狂ったのはこの方の仕事に、まあ、遭遇したかなんです。これバラフトスというギリシャの方なんですけども、自信ありしてというんですよ。でこの方たちは電磁気的な直流領域の非常に低い領域で、地中の地電流って言うんですけど、地中を流れる電流を連続観測ギリシャでしていると、地震の前にシグナルが出るということによって地震が予知できるということを論文に書いたんです。1984年だったと思いますが、で学会 その世界的な雑誌に投稿するんですけど、何言ってんだっつって振られちゃうわけですね。で振られてもまた出す、また振られるというのは状態の時に、私はその雑誌の編集長になっちゃったんです。でこのたまりにたまったこの問題なんとか解決してくれっていうんで、私は全く興味がなかったけども、責任状を読んでみたら結構いけるじゃないと思ったんです。別に悪いことしてるわけじゃないし、ちゃんと結果を言う、文句言う人は良すぎるって言って怒ってるわけですから、良すぎるってことは悪い理由にはならんじゃないかなと思って、まあその論文を出すことにしたんですね。ただまあ非常に感謝してくれたんですが、まあそういうような話があったんですから、これは少年サンデーという漫画雑誌ですけども、漫画雑誌が取材してくれてこういうの書いてたんですね。かなりのたくさん、だ少年サンデーってのは300万部出てるんだそうですね。ですからある人たちは我々非常に批判したんです。上田先生たちは世の中行っても通じないから漫画なんていうの書かせて世論を、ごまかしていると。で私に合わせればこんないい教育はないんで、中学生高校生がこれ読んでくれたらすごくいいだろうと思って、もう何が悪いっつって僕は怒ったんですけども、まあすごい顔してちょっといますが、実際はそんなにもひどい顔ではなくて、まあ、一番右におられる方です。でワン法っていうのは何かとちょっと簡単にご説明します。これワン法というんですね。バロストスというのは今おじさんですけども、アレクス・ブロス・ノミコス3人の人が始めたんで、基本的には多地点で多くの場所で地電流というのを観測するんです。地電流というのは地下を流れている電流ですね。それをずっと観測していると地震電気シグナルというものがどうも出ると。でそれによって予知します。短期予知ですね。でどういう時に彼らが成功したかというと、彼らが予知を出すんです、実際に政府に対して。その発信時は検知されてから数時間ないし1ヶ月、そのぐらいの間なんですね。いろいろあるんですけども、まあ、から地震の起こった場所は半径100キロ以内、マグニチュードは 0.7 誤差がですよ以内だったらば彼らは成功したという、で失敗した時はそうでない時は失敗と、まあいうわけで、でギリシャ地域のマグニチュード5以上の地震が大体我々はカバーしますよとこう言っとるんですよ。でマグニチュード5っていうのは小さな地震です。日本でも盛んに起こっていますが、ですからこれもう本当に普通から言ったら尋常ではない。ですから研究者がなんだこれやっても無理もないんですけど、私もそう思ったんだけども、なかなかそうでもないということになりました。でデータはどういうのかというと、まあそんなのお見せしてもしょうがないですけど、これぐちゃ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 、これが信号なんですね。でこれ非常にハイテクではないんですよ。測ってるものを、まあ、ハイテクでリアルタイムで電話線で送ってきますけども、チャートレコーダーで記録してるんですね。今やデジタルに全てなってますけど、ですから日本の専門家たちが見るとこれなんだこれは生なシグナルかって言うんですけども、彼らはちゃんとそれもシグナルだと言って、シグナルでないのとの区別がつく。はい、電圧をかけて電流の大きさを測ってる。違うんです、電圧は全然かけないんです。ただ測ってるんです。発生電位、自然電位って言いますか。はい、そうです。しますよ。これはですから、これご覧の通り0ヘルツと言ってもいいぐらいですね。直流的ですね。まあこれが時間単位が、これ一目盛りが10分かな。でこういうふうに出るんですね。でその世界中でこういう方法で地震予知しようって試みは実は数十年前からあるんですけど、誰も成功しなかった。で彼らが少なくとも成功したように見えたのは理由があって、それを説明すると長くなりますが、簡単に言うとそれまでの人はただ一箇所で一本の側線で測ってたんですね。そうするとこういうものが出ても
全然分かんないわけですよ、ノイズなのか本物なのか。で彼らはそうじゃなくて一つのステーションにたくさんの、その側線を張って、でそういう側線をいっぱい作って全部に出なきゃダメだと、簡単に言えばね、いうような立場を取ったんですね。でそれによってまあできたんで、当たり前のような話ですけども、まあはい、リターンループはどこになるんですか？計測の間の距離とですね、リターンループっていうか、こう線をつないで、この間にボルトメーターが入ってる、その間はこの間地面です、地面のこの間はどれくらいの距離ですか？短期線長期線と両方ありまして、両方やんなきゃいけないっていうのは彼らのミソなんですけども、短期線というのは100メーターぐらいです、長期線というのは数キロです。はい、実績を私は検討してみたんです、その段階ですけども、と成功率と警告率というのは地震予知の場合あるんですけども、両方とも約 60% マグニチュード5くらいからですよ。で成功率って何かというと、100回予測を出した、そのうち今のさっきの基準で成功したのは60回だったと、以上だったと。いや、から地震が M イコール5より大きい地震が100あった、そのうちそういう意味で予知されたのはいくつあった、60個あったと、こういうことなんですね。両方とも大体 60% で成績は M が大きくなる方がとともに良くなる、つまり大きい地震の的中率がいいと、まあ、非常に合理的な結果が私その時出たんで、これいけるじゃないと思って私はご乱心になっちゃったんです。でその後まあいろんな批判があるもんですから、もっと詳しく調べたりしたんですけども、まあ、詳しいことはやめますが、これは1985年から97年、まあ、10年以上の間にギリシャの地図ですけども、ギリシャで起こった全ての確かこれ M5.5 以上の地震が書いてあるんですけども、あのこの赤いもの以外は予知に成功してるんです。詳しいことはやめますが、非常に成績いいんですよ。それでこれもまあそうなんですけども、こっちに地震のマグニチュードを書いたんです。でこっちに地震の数が書いたんですけども、マグニチュードの小さい地震のはたくさん起こるわけでありまして、マグニチュード大きくなるとだんだん大きな地震は珍しいから、ほとんどこの辺で1回ぐらいしか起きてないんですけども、そのうち成功した予知に成功した地震がいくつあるかというと、こんなちょっとなんですね。このちっちゃな地震については、まあこの66700に対して66ぐらいしか当たってないんですけど、これはあんまり減らないで、こういって一つの地震は1回で当ててますから、当たる警告率といいますかね、はマグニチュードはいいほどよくて、この段階では実にマグニチュード6クラスの地震は 100%、 まあ1回しか例がないんですけども、当てているということになる。ところが世の中には批判的な人はいっぱいいるわけで、あらゆるサイエンスはそうだということの例なんですけども、大部分の人は無関心なんですよ、不思議なもんで。でもうちょっと関心の持つ人はできるはずがない、あれはイカサマだと、嘘ついてるんだろうってことなんですね。そうでもない人はあれはノイズじゃないって言ったけど実はノイズなんだと。もう一つは成功したの失敗したのって自分が判断してるんだから甘いぞと、実際にちゃんと私が見ると成功は非常に低い、だから偶然だと、下手な鉄砲だって言われるんですね、ということになる。さらに言うと、まあそこまでいいかもしれんけど、物理的根拠ははっきりせんじゃないかと、まあいろんな意味でね、電磁気のシグナルが出てるけど他の本に何も出ないなんておかしいじゃないとかね、いろんなことを言うんですね。でそこもまあ超えると、ついにしまいには誤差100キロなんかで予知したって何の役に立つかと、東京で地震が起こるって熱海で起こったら地震はないじゃないかと、まあこういうわけですね。まあ非常にこれは大きい、たくさんの人の批判です。だけど私はこういう批判は大部分当たってなくて、無関心ではしょうがないですけども、私の見る限りでは彼らは嘘はつかない人だし、ノイズではないし、成功率は私が見た限りでは数打て渡るではない、マグニチュード大きくなるほど打率がいいっていうのは明らかにそのことを言ってると思うんですけども、物理的根拠があるんです。この人たちは本当は物理学者なんです。電子の固体物理の専門家なんですよ。です彼らがいろんなことを言うと、地震学者も他の人も誰も何も分かんないですよ。だからその必ずしもないわけじゃなくて、分かんないだけじゃないかと。で実用的価値に至るところは限界ですから問題があるんですけども、もっとステーションを増やすとか
サイエンスが発達すればだんだん良くなるんで、まあサイエンスっていうのはだんだん進歩するんだということを考えれば、そうむちゃむちゃ悪いわけじゃないということで大いに熱心になっちゃったんですが、そんなことがあってやってるうちに神戸で地震があって、理化学研究所で地震国際フロンティア計画っていうのを鍵長の主導で55年から今年2001年度までですから、今22年度ですから、先ほど末松先生がディレクターをしておるとおっしゃったけど、私はディレクタークビになって、まあ、これが存在しない、つまり計画自体も存在しないものですから、おりますが、なんです。で、それをやったんですね。で、我々は電磁気的な方法でやりましょうと言って、それで基本的には地震先行電磁シグナルの実在を示そうと。ギリシャでいくらやっても見える。で、まあそれが確立したらば、その解明も確立したらという同時進行でいかなきゃいけないんですけども、ただ当たった当たんないじゃ話にならんので、物理学をちゃんとやりましょうっていうんで始めたんです。で、我々としてはまあ理想的 100% 成功したとは思わないんですけども、いいとこ我々自身が実在性を納得したし、これの方も進み出して、それでまあこういう計画っていうのは5カ年が終わるとまあレビューをするわけですね、今お入りの。それでまかり間違うと続くことができるわけですね。で、僕らはいつも会長から何て言われたっていうと、成績上げれば続くチャンスありますよって言うん で一生懸命になってレビューの委員会を作って、外国の偉い先生をみんな呼んでやったんですよ。そしたら非常にいいレビューがあって、もうぜひ続けるようにというレビューを上回ったんですけども、続かなかった。で、実際には我々作った日本中の観測点ってこんなにたくさんあるんですよ、日本中に。で、これを一生懸命お金がなくなったら全部切ってしまうっていうのは、いかにもバカげたのことなんで、我々としてはなるべくいくつかをやめて東海地震の方に集中的にやりましょうということで、今細々とながら続けようとしています。で、観測点っていうのは、まあ、これは日本半島の例で実際にはないんですけども、どうやってやるかっていうと、先ほどの電極方法を埋めるんですね。埋めるんですけども、ここに埋めた電極とここに埋めた電極の間の電位差を測るとつながなきゃいけない、電線で。ところが一般市民というか我々素人にとって、これ電線引くって大変なことなわけですよ。もう道一つ越えるんだって、川一つ越えるんだってできやしないんで、全て NTT さんの電話線を利用してやる、取るんです。だから NTT さんに電話をここに置きたいって言うと電線があるわけですよね。ここに電話を置きたいって言うと、まあ、電線があるわけですね。で、電話機を置かないでそれを地面に突き刺しちゃうんです。そうすると測れる。で、交換局を通らないようにしてもくれるんです。交換局、交換局には行くんですけど、交換局を通らないでここで直結して測れるようにしてくれて、まあ、非常にありがたいんですけども、そういうことをしています。で、ちょっと 2,3 の例を見かけますと、まあ、日本では大変そのノイズが大きいものですから、電磁気的な、これ島でやったらいいだろうという神津島ですね。で、神津島のこれは何年かの記録、年単位ですから、これ3年分ぐらいの記録があるんですけど、ある一つの側線についてはこういうふうに非常に安定してるんですね、長期的にもね。で、それを、これは1年のファンフルイヤーですね。これワンマンスにこの部分だけを伸ばしてみると、まあこうなってて、まあこれも比較的非常に安定してる、ちょこ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 してるのはありますが、日変化のようなもの。で、その中のこの部分だけをまあ拡大してみる、3 days ですね、とこんな変化をして、それでこれはなぜここを拡大したかというと、ここに何かシグナルらしいものが見えた、これとこれなんですけど、ご覧になりにくいかもしれないけど見えた、プチッとある。で、それをさらに拡大してみると、これはこういうふうに見えるし、これはこういうふうに見えるね。で、ここで地震が起きてるんです。で、これ拡大するとこうなる。で、地震の時にはもちろん変化が起こるんですけど、で、こういうのは先ほどから言ってる通り、我々3年間かなんかステーションをやってて、それまでに一遍も起きてないんで、で、これだけの地震もその近所で一遍も起きてないんで、ですから偶然にしちゃ偶然すぎるわけだ。だからかなりいいんじゃないと思うんですけども、これは証明されてないわけですよ、金輪際。ですからそれでまあ辛いといえば辛い。これ岩手の地震ですけども、岩手山でマグニチュード6.1 って起こって、我々は非常に幸せなことに非常に近くにステーションがあったんだね。それはなぜこんなところに行ったかというと、岩手山が噴火しそうだってことがちょっとある時期あったんですね、この1998年で。火山とも関係あるかもしれないって、まあ置いたんですけども、じゃあそれの時のこれは記録なんですけども、
夜中のノイズが非常に低い状態の時に、まあ見事なこういうシグナルが出たんですね。でこれがいつだったか、8月の27日って書いてありますけど、地震は9月の3日ですから、まあ10日ぐらい前だったと思いますけど、でこういうことが他には全然いっぺんも起きていないんですから、でこの大きな地震というのは全東北比べてやってもこんな地震が近くで起きたのはないんで、ですからこれとこれ関係ないという方がおかしいんであるだろうと思うんだけども、これもまた誰がそんなことを保証するんじゃいという、まあ批判を浴びることになりかねない。もっと面白いのはこれは中部地方です。でここに白馬というのがあって、松代というのがありまして、まあ軽井沢はこの辺でしょうか。でここに大滝という、大田和だったかな、観測点があるんで、こんな離れてるんですよ。これは80キロぐらい離れてるんですけども、それである時に全ての3つの観測点でこんな変化が起きた。これはまた夜中で、夜中の1時とか2時ですから他にはノイズがない。でこれは人工的にこんなノイズを3箇所で起こそうって言ったらとてもできる算段じゃないんですから、どうしても自然現象だろうって、何か起きるだろうって言ったらば、1月の28日これは1月のいつだったか忘れましたけども、ここで1週間かそこら前ですね、この真ん中で起きたですね。マグニチュードはちょっと小さい、これ 4.75 クラスなんだけども、とにかく3つで起きた。面白いことにはこういうところに他に近くのステーションがあるんですけど、ここでは何も感じてない。これもそのセレクティビティと我々は呼んでるんですけど、地下の電気伝導度が非常に異常であるといかにも解釈できるんですが、まあこんな例もありましたと。まあ詳しいことをやってると時間がなくなりますが、今のは地電流です。だけど非常にローフリークエンシーの地磁気の変化っていうのだって、まあ我々は今興味の対象としてステーションをいっぱい作っていますが、ほんの一例ですが、これが九州の仙台というところだったと思いますけど、マグニチュード地震の大きな地震が 6.36.5 は2回起こったんですけども、それを桜島の横の垂水というところで地磁気を観測しているんですが、その観測した結果を、まあ、ある程度の整理をしますと、この赤い線になるんですね。ピュッと上がって下がってまた上がってこうなる。他の時はまあないんです、こんなのがね。でこれはここだけで起こったんじゃなくて、世界中で起こってたら全然意味ないんで、地磁気の変動っていうのは空の影響を受けますから。で他にその比べるものとして、ここに父島はるか遠くですね、父島の観測を書いてみると、このグリーンになってそんなことは起きていない。もう一つ面白いのはダーウィンってのはオーストラリアです。なんでオーストラリアかっていうと、地磁気の地力線ってのはこういうふうになってて、ここで起こる変化とここで起こる変化普通は全く同じなんですよ、外の原因である場合には。それをやってみるとダーウィンは全然出ない。ですからまあ大体ここで起こったローカルなことだろうと考えると、地震のエネルギーってのはこんな具合になってるものですから、それよりかちょっと前に起こってる間違いないだろうというようなことがあります。でそれら込みで、その地磁気 ULF 非常に低い磁場変動で、こちら側に地震のマグニチュード、これこちら側に起こった地震の震源までの距離をとってみますと、大きい地震で近くっていうのはこの辺になるわけですが、この辺になるわけですね。から小さい地震で遠くっていうのはこうなるわけですが、あるものを境にしてある程度大きくてある程度近い地震には、その磁場、さっき言ったような磁場変動がちゃんと分かる、見えた。で遠くて大きくてもうんと遠いと、あるいはマグニチュードあんまり大きくないと出ないという、まあ、ことに割合リーズナブルな結果になるんです。で後でお話しする時間があるといいと思うんですが、2000年に伊豆で三宅島以来の大騒ぎがありましたですね、あの時の地震もちゃんと伊豆半島で観測していますが、それはここに当たるんで、これは今までのよりはうんと成績がいい方へ入るぞというようなことで、まあ、かなりいい線をいっているように見えます。今のこれは例の伊豆半島の話にちょっと入りますが、7月2日三宅島がこんな風に見えたのは8月7日にこうなっちゃったんですね。ですから大きな、まあ、陥没があったわけですが、この時は簡単に言うと、もう
6月の26日に始まったその物事、それまでは何にも観測も何もないんですよ。6月26日に小さな地震が起こりだして火山が吹くぞったら、その日の次の朝かなんかに火山が吹いたんですが、大爆発が起こらなかったんですね。大陥没が起きたんですよ。もちろん普通の意味の噴火は起こったんだけども、あの陥没したボリュームは大変大きいんで、外へ飛び出したのは陥没したボリュームの 5% ぐらいなんです。しかもあの陥没した分みんなどっか行ったはずなん、地上に出てきてないからどっか行ったんですよね。じゃあどこ行ったかって考えてるのは、皆さんが今考えてるのは、これ出てくるかな、ここで三宅島の人が上がってくるんですけども、ここでバーンと外へ出る大噴火を起こす代わりに、マグマが動機を変えたか、地下を動き出した、ずっと伊豆の方へ。というのはなぜかというと、ここで起こる地震が起こり出すんですけど、どんどん地震の震源がこっちへ移動して、2週間ぐらいでここまで来ちゃって、だん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 行って、まあ、しまいに終わったんです。ですから震源が非常に規則的に動いてきたんですね。でこの辺で毎日6クラスの地震が3つぐらい起きて、まあ、終わったんで、ですからなぜそうなったか非常に難しいけども、マグマが出る代わりに横へ動いたんだ。横へ動いたのはなぜかというと、動きやすい状況があったんだろうと。でその状況が考えられるのは、ここにフィリピン海っていうのがあるんですけど、日本に向かって沈み込みますね。ある板を沈み込むやつと曲げなきゃいけないわけですね。両側でこれ曲げてるんです。なんていうか、日本海溝の方に行くのと南海トラフの方、要するに両側を曲げると板をこう曲げますから、上側が、まあ、張力っていうか引き裂かれる、非常にマグマがとって生き心地のいい、上上がるっていうのは大変なことなんですよ。マグマにしたって横行った方が楽だと言って動いたんじゃないかなと考えられているわけですが、その時に我々は何を観測したかっていうのはこれなんですけども、ここで最後的に起こってきた大きな地震が3つあったんですけど、マグニチュード6クラスが、で我々はこの幸いなことに、この新島っていうところで観測してたんですね。からもこれが地電流の観測で、地磁気の観測はこの伊豆半島で 3点で観測した。そうしたところが、これはまた3年間の記録ですけど、ある記録の量を示すと、新島の地電流の変化はそれまでには何にも変化ないくせに、ここからバババッと変化が起こり出して、これが縦の前線が6月26日のなんです。だからこの地磁気の変動方向からで出すと、やっぱりこの後でステーションを置いたものですから記録はこれしかないんですけど、この辺から上がり出して、でこうなった。ですから両方とも変なことが起こり出したんだけども、地震の前なんですよ、これ。ないことには。でこれを拡大したのがここにあるんですけども、ここでやーっとこう地磁気の変動が変わって、地震の大きな地震が起こる前にまたもっと超度級に上がってますし、こっちの方もこう上がって地電流ですけど、明らかに平勢と違うことが2、3ヶ月前から起こりだして、でこれはいけるんじゃないと思ってまあいるわけですが、これやめましょう。まあさらにうまいこと近頃では、伊豆半島でもやってたし、房総半島でもやってたもんですから、両方の測定結果からどっちからシグナルが来たかも分かるようになった。これは僕らがやったんじゃなくて、ロシア人がやるんで、偉いですね。ロシア人っていうのは、ロシア人が我々と協力してやって、この磁力計なんか大抵ロシアから買ってるんです。性能がいいだけじゃなくて安いんです。ですが、で彼は非常に優秀なんで、僕らのデータをさっさと持ってって検討した結果、放誕ができるぞってやってくれたんですけど、そうすると本当に地震の起こった方から来ているよってことまで分かってきて、まあ面白いことになっています。ちょっとそれで、まあきっと問題の肝心要は、どこで、一種の物理メカニズムってことになると思うんだけど、やっぱり予定通り時間がなくなりましたので、いいんですか、もうお帰りになっても結構です。まあその物理的メカニズムが分かんないとどうにもならんですよ。で全然メカニズムがないかというと、いろいろあるんだけど、何を考えなくちゃいけないかというと、地電流が変わって非常に遅い電磁場、磁場が変わるわけですね。ですからこれだってどっかで電流が流れなきゃいけないわけで、要するに電流は流さなきゃいけない。と電流がどうして発生するか、どうして伝播するかっていう問題になるんで、その発生の方は固体物理とか海面伝導現象って、地下で水が動く、
マグマでもまあいいかもしれない。とにかく流体が動くと海面伝導電気が生ずるわけですね。だからこれちょっとスケールの違う話なんですけど、から電波気候っていうのはこれどっかで電流発生したらまんべんなく地球の中を伝わるとすぐに消耗してしまうんですよ。ですからすごい電力がいるんです、自然にとってね。ところが観測されるのはある地震の起こる場所に対してあるステーションしか電波を感じないです。ですから電流は周り中に流れる必要なくて、あたかも電線に沿ってヒュッとくればいい。つまりチャネルがあるらしいと、地中には。地中はのんべんだらりとしちゃうんじゃなくてチャネルがあると考える必要があるというんで、まあそういう理論計算を盛んにやるわけですが、だからもう少し電磁放射ってもっとそのキロヘルツメガヘルツになりますと、まあ、なんで発生するか、そんなメガヘルツキロヘルツの 電波ですね、からどうして伝播するか、これは信号の場合です。信号はどうして、で地下ですから、地下何キロのところでそんな電波が発生したって地上に到達しないわけですよ。表皮効果というのがあってみんな出てこない。ですから何らの格好で地表で電波が発生しなきゃいけない。それどうしてだろうということになります。さらに電波の伝播の異常の問題になると電離層が変わらなきゃいけない。電離層どうして変わるんじゃいということになると、こんなまあ難しいんですが、その地上で電気的な変動があると、まあ、電気的に電離層も変わるかもしれないってんだけど、そんなかなり難しい。これちょっと消えてしまいましたが、もう一つここにあるのは大気の重力波というのがあって、地表が多少動きますと空気が動くわけですね。とか空気は地上の方が密度がうんと高いですから、こう上へ伝わっていくと密度が軽くなると振幅が大きくなるんですね。ですから地上で発生した重力波というのは非常に強い振幅の大きな波になって電離層に到達すると。でそんなものが電離層に到達するといろんな現象が起こるよというのが、まあそういう考えなんです。でいずれもまあ確立はされてないけど考えはありますという感じで言ってます。で固体の例なんですけども、これやってるとな大変ですけども、あの結晶の中に非常な不純物がいっぱいある。不純物がありますと電荷をその中性を保つ、プラスが不純があればマイナスも来なくちゃいけないというわけで、プラスマイナスの、まあ、ダイポールというのはそんなものはできる結晶の中に。でそいつはデタラメの方向に普通向いてるんですけども、電波をかけてやると一斉に同じ方へ抜く、その時に電気が発生するというんですが、その発生の仕方は温度にもよるけども圧力にもよる。したがって地震が近くなって圧力が高くなるとある瞬間に一斉に向くだろうというのが一つの考えで、これはそのバンのグループが一番先に、彼らはこういう専門ですから作った考えです。だからもう一つはどんな結晶でも結晶転移、クリスタルディスロケーションがありますが、それがストレスによってディスロケーションは当然動いて変形する、変形のために動くわけですが、それはさっと動くんだけども、周りをディスロケーションというのは電荷を持っているものですから、その周りこれがプラスならマイナスがある、マイナスならプラスがあるで、イオンがいっぱい群がって電気的に中性にしているんだけども、これは動くけどもこれは急には動けないので電波が一時的に発生するというような種類のことが、それをまあ近くに応用するとどのくらいのものになるかとか、まあ議論が盛んに行われています。実験はどうかというと、ここに岩石がありまして、それにこれ時間ですが、ロード圧力をかけて一軸で圧縮してあるんですけど、圧縮してあってこういうふうに圧力を変えてある。そうすると不思議なことに変える瞬間に、そのあこれで DTD 症は要するにこれはその圧力そのものなんですけど、一定で伸ばさないでかけ方に一定にしようと思ってもなかなかならないらしくて、そのこれの時間の増大率っていうのを書きますとこうなるんですね。その圧力のとか電流を測ってみるとこれとこれがぴったりと一致する。つまり圧力が加わると電流が流れるんじゃなくて圧力が変動すると出ると、まあいう実験結果があって、これもまあ理論的解釈となかなか合う面もあるんですけども、もう一つヒーティングというのがあるんですね。これはまた面白いんで、地震の起こる前に震源のあたりが、震源直上じゃないものは温度が高くなる。地震の時に高くなるのはまだ分からなくて、摩擦熱やなんか発生するから、その前に高くなる。
で、これは誰も測った人はいないんです。誰も測った人はいないんですけども、その人工衛星から地上の温度を測ってますよ、当然。実測は我々は測んないけど、それを見ると非常に顕著に人工衛星で異常が、温度は何度という温度でしょう、数度というような温度の異常を見られると、その辺で地震が起こる。で、まあ問題点はいろいろあります。一番問題点はやっぱり電離層の上昇もそうですけど、だからなぜこれはスキンデプス、深いところで起こってもどうしようもならない問題があります。まあいろいろあります。で、固体物理的なよく非常に使われる考えは、地震の起こる前は大地震の前にマイクロフラクチャーが起こる、チッ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 と、そうその時に高周波が出るだろうという考えがあるんです。で、それはいかにも実験的にもありそうなんだけども、マイクロフラクチャーも破壊だとすれば地震計でも観測できるんじゃないかねと。ところがこれはそんな簡単ではないです、マイクロフラクチャーの地震なんていうのは。だからなかなかいかないかもしれないけど、それができると地震屋さんたちもみんな納得してくれるだろうなと思うんですけども。さて、それでじゃあ最後、東海地震ですが東海地震って先ほど申し上げた通り、この地域はほぼ100年余りの周期で地震が起こるんですね。この同じ時に起こるんじゃないんですけども、このぐらいの図に書くとこのぐらいの精度で起こる。で、最後に起こったのが1946年40年のさっきの南海東南海なんですけども、ここだけ起こんなかった、この場所は。ですからあそこは乗り遅れたというか起こり遅れているので、まだストレスが、エネルギーがあるはずだということを言い出したんですね、石橋さんという方が言ったんですけども。で、ああ大変ということになって東海地震という名前が沖縄前からついちゃったんですけども、まあそれですね、大きな地震がなくてエネルギーが残って巨大地震が予想される、それがまあ東海地震なんです。それでびっくりして大規模地震対策法というのができて、気象庁がこれを予知しなきゃいかんということになったわけですね。で、どのぐらい恐ろしいかっていうと、まあ、東海方の地震は東南海、さっき の戦争中のやつですけども、1223人死んで1万何千個で、津波は6メートルとか8メートル、南海地震の時は1300何人で1万何人、まあこんなことだったんですから、今度は東海地震はどうなるかっていうのは問題になるわけですけども、で、これ全然東海地震と関係ないんですけど、間違って入っちゃったのともあるんだけども、どんな家が倒れるかというやつで、これは確かね、東海パーセントですよ。で、これは建てた時の年、築後何年に当たる、まあいつ建てたかなんで、86年から90年、91年ぐらいから建てたやつは一つも倒れてないって、神戸の全体じゃないかもしれないんですけども、ある人の調査でなってるね。ですからこの頃建てた家はまあダメだよということですが、新しい家はいいよと、まあ、建築基準法に関係があると思うんですね。おそらくしっかりしたものを建てればいいということはあります。からもう一つ、これも冗談みたいな話なんですけども、駿河南海トラフの地震の月別発生頻度っていうのが、今までの何回か起こってるやつにありますと、この区間がないんですね、不思議に。ですから春夏は大丈夫かもしれないこういう余地っていうのもあるわけですよ。だからまあこれじゃしょうがないわけですが、まあでもこれちょっと有意義なほどないですよね。で、12月は非常にいかんということがある。で、今何が起こってるかというか問題なわけですけど、2000年夏以降さまざまな観測史上初の異常現象が出現してる。2000年とはほんの2年ぐらい前ですよね。これは大変なんで、その GPS による地殻変動の異常が起こりだした。愛知県が静岡県西部、愛知県東部での変動が起こって、地下でゆっくりと滑りが発生しているらしい。さっきのこう固着が外れはがっているんじゃないかということですね。それからこれも不思議なんですけども、相対地震域で地震活動度が、異常になっているんです。どういうことかというと、小さな微小地震というのは小さな地震ですが、大きな地震が起こる前に微小地震の活動が弱まるというのはよくある、昔から言われて西洋文化と。一方、やや大きめの地震は増えるんですね。で、そのまさにそのことは起こっている。だからもう一つ気味が悪いのは、富士山の下で低周波地震が起こりだした。これを皆さんお聞きの人の通りですが、富士山怪しいぞってことだ。
でそういうことに基づいて、それまでこれまではタブーだったんですけども、地震時期の予測が具体的にされるようになった。まあ何が起こるか、我々は今その広域的な監視ができる地電の観測をやりましょうと、今のそのプログラムを終わってしまったんですけど、これをやりましょうと今思ってるわけです。でよく言われるのは、その先ほど言ったその掛川と前崎の間の、前崎がだんだん沈降していくのが、沈降が止まるとずれ始まったっていうのは、それがそうなんですけど、これがこう起きて、これが2000年ですね、ちょっと上向きになりかかってるんじゃないか、今までも何回も上向きになったってなったってまた戻っちゃったりするんですけども、まあなっておる。これはそれほど劇的ではないわけですけども、これはGPS の結果です。による98年から2000までの間に日本列島がどう動いたかというので、単位がどっかでセンチメートルかなんか書いてありますが、動いてるんですね。でここでギャーってなってるのは、これは伊豆 の活動、2000年の活動に関係していると思われるんですけども、まあ基本的にはこの矢印はよく見えないかもしれませんけど、東から押されているように、まあ日本が見えるですが、2001年3月から2001年の8月夏ですが、去年ですけども、これがこういうふうになっちゃった。つまり矢印がこっち向き出しちゃったんだね。これはおかしいんじゃないっていうことになるわけで、ここをよく見ましょうっていうと、まあこの辺りで海側に動き出した、つまりこうなってたのがこう動き出したというふうにしか見えないわけで、これは大変じゃないかと、まあいうことなんです。富士山でいうと、富士山はまあこのぐらい定期的にやってるんですから、まあ今度やったってちっともおかしくないという程度のことしか言えませんが、歴史的に見るとどうも地震の後なんですね。地震のすぐ後で火山、富士山というのが今までの例である。でどんな、それじゃそのさっきの地殻変動だって言うんですけども、これはもうちょっと詳しくやりますと、さっきは矢印で示したんですけど、浜松がアーチ点に対してどう動いているかっていうのをこう書いたんですけど、2000年2001年、キューッと東の方に動き出して、キューッと南の方に動き出して、高さの方は GPS の精度も良くないんですけども、ギューッと上がり出した、いかにも外れた時のような動きになっているんですね。ですから今までこっちは大丈夫だと思ったら大丈夫じゃなくなってきているというようなことで、震度分布の、これは想定震度分布です、ある段階でなされたんですけども、まあ6強7っていうのは、まあこんな広い領域になってくることになっちゃったと。まあこれまだ起こってないから分かりませんし、でそういうのが起こるとどうなるかっていうと、津波が来るわけで、ものすごい津波が来るわけなんですが、どのくらい時間が経つかっていうと、これは波現域ですから、もうほとんど瞬間的に5分後、10分後、15分20分、ですから私どもは清水ここにいるわけなんでして、まあ、あまり具合が良くないんですが、まあ、瞬間的にやられちゃう気配なんですが、まあそういう状況です。でまあこれ詳しくと言いますが、長野大学の人とか防災研の方によると、先ほど その地殻変動から言うと、これはこのままいくとやーっとなって、確かこれ2000年かなんかの今年2000去年だったかな、まあ、とにかく地震が起こったぐらいなんです今から。こちらの方はその地震活動のおかげで、このちょっと図がうまく見えなくて恐縮ですけども、ひるたかってて、まあ同じように70年19002002年3年5年とか、まあそのぐらいの領域でカタストロフになるという予測が発表されています。ですがこれがこのままいけばそうなるんですけど、ごく最近まで伸ばしてみると、これはちょっとこうこれじゃなくて外れ出したんですね。ですからちょっと効くよ出したと山岡さんたちは今は言っています。でこれを総合的に評価するとどういうことかというと、今まで見えなかった起こったこと、観測されたこともない異常がこんなに観測されたんだから危ないぞということなんです。だけどこういう観測が始まったのがほんの数年前ですから、そんなに起こってたか起こってないか分かんないわけですね。ですからこんなことはしょっちゅう起こってるんで、いや心配はないっていう見方もないではない。これは五十嵐さんという方のやつで、その前崎の沈降を
かえというと、これ肝心なところがないんですけど、ピューッと上がるんです、ある人の理論によると。まあそんなこととか、からもう一つ面白いのは、ロシアの人たちは非常によく研究していますが、ロシアの人たちは世界中の地震の起こり方を調べてて、で私のところにメールが来たんですが、こういう円が書いてあって、この中は特に四角く書いてありまして、この中でマグニチュード8がいよいよ起こるぞという、彼らは5年単位でやってるんですが、こういう予測が出ちゃったから黙っているわけにはいかないから知らせてやるって言って知らせてきたんです。で我々も黙ってるわけにはいかないから、養老の方々には出したんですけども、まあ偶然にしては非常に東海地域なんですよね。だからまあ危ないといえば危ないようなもんですけども、まあ、そんなところなんです。で実は 先月台湾に行くチャンスがあったんですけど、例の七地震というのがあって、これは大地震だった、これによって台湾の地震予知の研究がすごく進んだと言っちゃおかしいんですけど、モチベートされて、今台湾は非常に変な話ですけど、我々のプロジェクトを真似て台湾でも4年計画5年計画始まったんです。で向こうの人はえばってんですけど、こっちは終わっちゃったよって言ってるんですけども、まあでこういうところへ行きますと、それがこういうふうになってるんですよ。でこれは記念に取っておくと言ってました。まあだからこういうのも、これは地震記念館ってのって、中学校だ高等学校なんですけど、まあ、ありありと手抜き工事のとこがぶっ壊れるってことはよく分かって面白いんですけど、線路がこういうふうになりますしね。まあそこはちょっと本当に、ね、まあ、道がこんなになっちゃうんでね。ですからまあ言ってみりゃこの方たちが生き残ったからいいわけなんですけども、こういうことが起こる前になんとかならんかなというのが私どもの念願です。それでまあこれだけちょっと照れくさいから英語で書いたんですけど、プレディクションオンプレディクションと書いて、いつプレディクションできるか、私の今の信念は21世紀の最初の10年ぐらいには科学的予知はできるだろうと、でさらに10年ぐらいの間にはプラクティカル予知もできるだろうと書いて、非常に終わりといたします。